エジプト出身のタレントフィフィ4 8が7日までに自身の SNS を更新パリ五輪会場での台湾クッズ没収について言及した中国と台湾の緊張関係が続く中パリ五輪バドミントン男子ダブルスで中国選手と台湾選手による決勝戦が4日行われた台湾の中央通信社によると 会場の保安検査場で一部の観客は台湾に関する応援グッズを没収された。2日の準決勝では、観客が台湾と書かれたポスターやタオルを使い台湾ペアを応援していたところ、中国籍とみられる人物や会場の警備員に取り上げられた。台湾外交部、外務省は抗議の談話を発表した。4日の試合会場では没収をよけるためか、台湾、 の一部を発音記号に置き換えた文字の紙を手に持つ女性観客もいた。台湾語で、台湾の子が一番素晴らしいと書いた横断幕も掲げられた。台湾は、国際オリンピック委員会、IOC の規定に基づき五輪には、チャイニーズ・台北中華大・北、名で参加し、中華民国、台湾の国旗や国家が使えない。試合は台湾の利用。 ペアが勝利し五輪に連覇を達成表彰式では台湾が五輪で使用する梅の花がモチーフの旗が掲揚されチャイニーズ・タイペイを